カンドンブレのバラカン。カンドンブレの祭壇カブンドレの儀式、カンドンブレ、あるいはカンドンブレは、ブラジルの民間信仰の一つ。主に低所得者層と、中山階級から信仰されている。中心地は、バイアヤ州及び、リオデジャネイロ州。アフリカの土着宗教が、奴隷貿易とともに、ブラジルへ渡来し、カトリックへの強制改修に伴って、 独特の発展を遂げた。その過程において、インディオの信仰やエスピリティズモなど複数の信仰も取り込み、1830年に体系化された。ブラジルの総人口のうち約1.5%が信仰しているとされ、信者らはキリスト教会とほぼ同じ頻度でテヘイロに通うという。カンドンブレという言葉は、プランテーションで働かされていた奴隷たちの宗教的、 不要、舞踊カンドンベと家を意味する、ヨルバゴ、入れをつなげた造語。カンドンブレの儀式では、アタバキと呼ばれる三本の打楽器のリズムに合わせ、聖職者がその身に、様々な神を表意させる。カンドンブレの神々は、オリシャと呼ばれ、それぞれのオリシャには、自然現象や、色、曜日、鉱物、持ち物、司る人間の内臓などが割り当てられている。神々の数は、 地方や手平路ごとに差異があり、その正確な数は誰にも分からないとされる。これは、各地の精霊信仰や日本の神道における800万の神にも通ずるものがある。なお、ハイチのブードゥー教やキューバのサンテリアなどは、カンドンブレと同種の信仰である。世界の初め、最高神、オロドゥマレが、イーァと、オバタラとオドゥドアを作った。オバタラとオドゥドアから二人の子供、 オシャラとイエマンジャが生まれた。この二人から、ほとんどのオリシャが生まれた。そのためこの二人は、偉大なる父、偉大なる母と呼ばれる。主なオリシャを以下に列挙する。バインア州の屋台で出すアカラジェと呼ばれるフリッターは、カンドンブレを信仰する人々にとって重要であり、アカラジェの技法は、ブラジル政府が保護をしている。黒目豆をミキサーにかけ、 エビの粉末や玉ねぎと油で揚げたもので、玉ねぎ、オクラ、エビ、ナッツ、唐辛子のペーストを挟んで作る。あからは、夜バゴで、火の玉を意味する。ありがとうございます。